フルストレッチのカルダンベルフライをしろ。大胸筋が歩いてる、鈴鹿岡田です。今日はダンベルフライの第2弾です。ダンベルフライといえばアーノルドのダンベルフライを前回説明しました。手がかなり下まで下がるように大きなストレッチをかけることがアーノルドのトレーニングの特徴だというふうに話しましたが、これをすることで大胸筋の下部と外側をしっかり鍛え上げてスクエアな大胸筋を作るというテーマで今日話していきたいと思います。実際その大胸筋が作れてない私が話すのは甚だおかしいんですけども、話さないと話が進まないので今日はやらせてください。トレーニングにはストレッチを大きくかける種目というのがあって、これも筋肉の発達を促すためにとても大事になります。ダンベルフライはその胸のトレーニングのストレッチ種目の代表格です。なのでよりストレッチをかけることができれば、このダンベルフライの良さがより際立ってくるというふうになります。多くの人は様々な原因で大胸筋のストレッチがフルにかからないという現状に陥っています。いっぱい腕立て伏せをしたりベンチプレスをしてもなかなか理想の大胸筋にならないということがあると思います。私もたくさんベンチプレスやってましたけど、なかなか理想の大胸筋になりませんでした。で、いろいろ考えていくうちにいろんなトレーニング刺激を入れなければならないということに気がついて、実際に取り組んでみると大胸筋に対しては大きなストレッチ刺激を与える体の準備ができていないということに気がつきました。筋肉もりもりのアーノルドとか、あとは私が敬愛するもう還暦目前のボディービルダー、片目がトレーニングを過ぎて潰れてしまったゴード・コージさん、筋肉もりもりのボディービルダーはとても体が柔らかいように見えないんですね。肉がいっぱいついてるし、あんまりこう柔軟性が高い動きができるとは思えないんですけど、でも実はとても柔らかいんです。筋肉をもりもりつけて豊かなカーブを描いたりスクエアの大胸筋を作るためにはかなり高い柔軟性が必要だなっていうのをいろいろな選手を見て思い至りました。なのでまずは大胸筋をしっかり伸ばすためのストレッチから教えていきたいと思います。では肩の柔軟性を出すためのストレッチと、そのストレッチのさらに前の段階のコンディショニングを教えしていきたいと思います。ダンベルフライするときにこう胸が開いていく、これで肩の前側に張りや違和感を感じるというのは肩甲上腕関節の可動域が足りてないことが考えられます。肩甲上腕関節というのは肩甲骨と腕の骨が連結する部分で、ダンベルフライのときはこれがこういうふうに開いています。ここに肩甲骨があって上腕骨がある、腕の骨があります。これがこう戻っていってこう開いていくのがダンベルフライです。この時にこの前側が伸ばされて痛くなります。まずはこの腕の付け根、ここの部分を指でしっかり揉みます。で、三角筋って筋肉があるんでその奥にありますんで強めに揉んでいきます。あるいは親指でしっかりと刺していきます。ほぐしていく。十分にほぐしたら今度はストレッチに入っていきます。次はストレッチでこういうバーを使って体を、の体重を利用していきます。しっかりと手を当ててぐっと腕を開いていきます。ストレッチは1分15秒以上やるようにしてください。それでも違和感がある場合はもう少しやってもらいます。これを15秒2セット3セットやっていくとかなり柔らかさが出てきます。では3つ目です。両腕をベンチ台につけてお尻を前に出してそのまま体重を使って体を沈め込んでいきます。ストレッチは対象の部位、この場合は肩の前側が張りを感じるところまで伸ばしていきます。で、呼吸を止めないようにして15秒以上キープします。15秒キープしたら1回戻します。もっと柔らかくしたい場合には次の2セット目入ります。2セット目は先ほどよりもより深くいくことを意識してください。戻っていきます。大きなストレッチを出すためにこのベンチ台の幅について考えてみたいと思います。このベンチ台の幅が広すぎると実は大きく胸が開きません。日本人の骨格に合わせて作られたものばかりではなくて、欧米人の大きな骨格に合わせて作られたベンチ台だとなおさらで、この幅が広いと
この幅に体幹がしっかり収まってしまうと胸が大きく開きません。このベンチ台は先端が細くなってますので胸の動きを邪魔しない作りになってます。ベンチ台のエッジが自分の体のどこに来るか、これによって動きやすさや痛みの誘発する可能性が違うということを今からお見せします。このベンチ台のまっすぐに行った場合、私の肩よりも内側にベンチ台が来ているの分かりますか？もしこのベンチ台が広い場合にはこうなりますよね。こうなるとここでぶつかってしまいます。ここまでいかないにしてもこの腕の付け根の真下にエッジが来るとここの伸びが強くなってしまいます。ここが痛くなるんですね。ここで突っ張って動きが止まってしまいます。このエッジが体のもう少しセンター寄りにあると肩甲骨の動きが出しやすくなるわけです。肩が下がるの分かりますかね？肩下がりますよね。こっちだと肩は下がらないです。なんでここで動くしかなくなってここの前側が痛くなることになります。では、ベンチ台の幅の問題を解決する方法をお教えします。幅が狭いベンチ台があればそれはそれで OK なんですけど、そうならない場合、幅が広いベンチ台しかない場合は、こういった、筒状の、パッドか、バスタオルを巻いたものを用意してもらって解決していきたいと思います。これを、ちょうど肩甲骨の間に置きます。バスタオルだったらくるくる丸めてこれぐらいの幅にしてもらって肩甲骨の間に置きます。こうすることでここに背中がつきます。ここに体の真ん中を合わせて寝ます。そうするとこの肩のさじが、ベンチ台のエッジに当たることがほぼなくなります。そのため肩甲骨がしっかりと外転、この状態で見ると肩の腕の付け根がしっかり下に落ちるという動きが、邪魔なく実現できるわけです。スムーズに大きく下まで降ります。パッドがないと。腕の付け根がベンチ台の外に当たって動きがロックされます。なかなか手が下まで落ちきりません。ではこの動画のまとめです。アーノルドのような大きく広い大胸筋を作りたければダンベルプレスの時に肩の柔軟性のトレーニングをして、そしてバスタオルなどを丸めて肩甲骨の間に入れてフルストレッチのかかるダンベルフライをしろ。以上です。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。肩の柔軟性を出してあれなんだっけ、パッドか、あ、パッド、筒状のクッションでもいいですかね。クッションでもいいですし、タオルの方が一般的ですね、多分ね、はい、タオルを丸めて肩甲骨の間に入れろぐらいですかね。そうですね。